2月8日の記事なんだけれども、農家に増産を指示できるように食糧危機の時にね、そういう対策法案を作ってるらしいのね。で、概要が判明して、で、まあそれはそれでまあいいっちゃいいんだけれども、それに罰金もついてるという、そういう話があったのね。で、その罰金がね、内容としては、まあ、要するに米、小麦、大豆とかそういうのが不足する食糧危機の時に、政府が供給の目標を設定して農家に増産計画の、届け出を指示できるとして従わなかった場合は、20万円以下の罰金を科すという内容なのね。ただ、やっぱり酪農の件でも、いろんな減反政策の件でも、やはり農家への支援っていうのは絞ってきたよね。っていうさ、でここに来てやはり農家が少なくなってきて、で食料危機が見えてきたんだろうね。やっぱね、向こうでもそういうの対策はしなきゃいけないと、政府の方で。だけども、まあ、そういう時に、まあ、こういう農家に指示できるようにする、まあその指示できるのはまあいいんだよ、で必要なんだけれども、そういう罰金がついてくるってどうなんだろうなって。去年とか一昨年とかもやっぱり異常気象で、やはり全国的に物が取れないとかが続いてきたわけだ。で去年なんか特に日照りとかすごかったんだよね。それは日本だけの話じゃなくて世界的な話なんだけれども、そういう中でやはり支援っていうものがやっぱ必要だったよね。食料を確保するっていうのはやっぱ国を支える上ではやっぱり一番大事なこと、道路とかなんか作るのと同じぐらい大事なことで、国が力を入れてやった方がいいことなんだけれども、それを怠ってきたつけが今やっぱ食料危機とか、まあそれだけ、それでは金出しとけばなんとかなるっていう話ではないけれどもね、この異常気象のレベルで言えばね。だけども怠ってきて、やはり俺の身の回りでもやっぱり耕作放棄地になる田んぼとか畑とか、あそこもだあそこもだって見てきてるんで、やはり酪農もねやめたっていうのも見てきて、話も聞いて、ニュースでも聞いてる、ね、そういう状況でを、まあ、放置っていうか十分にやらずに、外国よりも低い力の利用でやってきたわけで、それなのにここで、まあいいんだよ、増産を指示できるようにするのはいいんだけれども、罰金っていう言葉がついたのがどうにも納得いかないっていうか、現実として今農家の平均年齢2022年で 68.4 歳っていうことで、やっぱり体的にもきつくなってくるじゃん。80歳の人もいるだろうしね、そうなってくるとやはり担い手っていうか、やり手がねいなくなってくると、やれと指示したところで現実にできる人が少ないと、ね、若ければ100ヘクタールとかできるかっつうと、それだけの機械を揃えるにも、そうなると何千万とかお金かかると思うんだよね。100ヘクタールやったら何もなんだろうね。北海道でクラスになるのかな、わかんない。あっちは何十ヘクタールとかかな、わかんないけれども、まあね、北海道とかアメリカとかそういうレベルになってくるだろうけど、そういうのができるかっつうと、ここ数年の異常気象で収入が減ってる中で対応できる量っていうのは、やっぱその人のパワーと資金とかの機械のものとかによって変わってくるし、でそれを普段から維持するために農業を支援した方がいいよって、いざという時にそれ指示して、分かった、やりますって言って動ける体制を作るために農家っていうものを支援した方がいいと俺は毎回喋ってるんだけども、してこなかった。十分には諸外国と比べてもね、消費税の高さとかは諸外国と比べて日本は低いから上げる余地があるって言うんだけども、そういう農業支援とか他のね、学費の面とかなんかいろんなものでもは比べないでね、ちょっとずるいなと思ってたけども、でここで罰金だって話になってきて、どうなのかなってさ、それでやめた畑、まあ数年もすればやっぱ木とかも生えてくるわけだよね。で10年とかになるとやっぱ太い木になってくる、それを元の畑に戻すっていうのはやっぱ大変な作業であって、まあ、それを建設会社さんで重機でやってもらうと、まあ、それできるんだけども、そうすると土が固く締まってきたりとかして水はけが悪くなるとか、なんかいろんな弊害も出てくるだろうし、建設会社さんは農家じゃないんだから、やっぱりその土のを大事にするにはどうすればいいかとか分かんないだろうから、表面を持っていってしまうかもしれないし、表土がなくなれば栄養のある土が少なくなるっていうので、それをまた栄養豊かな土にする、土作りをするってのは10年とかかかってくる、20年とかかかってくるわけで、今すぐにそう対応できるかっつうと難しいわけだよね。だからそういうね、食糧危機の時に増産を指示して罰金付きで脅せば食料が出てくる
って思ってるのかなってさ、じゃなくて普段からコツコツと、農地を整備して作って、でその農家がトラクターとかでもちゃんと点検して、古いのでもいいけども点検して新しいのにも買い替えたりとかでも、で設備投資とかもしといてできるようにね。でこれはやはり国を守る国民の胃袋のためね、国防に関わるところなんだから、そこに対してのお金なんだから使えばよかったのよ、ね、普段から整備しておいた上で食料危機の時に増産を支持できるというような感じで、多少の罰金つけたとしてもね、やってればまだ受け止め方は違ったのよ。だけどもそういうのを怠ってきて罰金付きで脅してやらせようっていうのがちょっとどうなのということで俺も思うし、ネットでも話題になってるの、 X でもね、こういうのね、 X で流れてきて俺も見たんだけども、ああこういう状態になったかと、ね、普段からそれに備えるために機械も必要だ、人も必要だ、そういう物流の道路も必要だし、トラックも必要だしとかね、みんなに届けるためにはそういうところを揃えるために、やっぱり現場の人にお金が届くように、儲かるように、損しないようにと、ね、めちゃくちゃ儲かるようにしなくてもいいのさ、とりあえず損をしないようにするようにやればよかったんじゃないかな。でいろんな支援とか応用機械買う支援とかもあって、相談に行った時あるんだけども、俺は受けられないとか、やらない方がその周りのためになるとか言われて受けなかったこともいっぱいあるんだけども、いいんだけど別にさ、ね、俺気持ち下がったから、うん、分かりましたって言ってきたけれども、まあ、そういうのもあって十分な支援は出てないと思う。だからこれが自由な、ただ単なるその辺の服屋さんとか店舗とかね、あのお店やってるだけだったら、まあ、こういう、ね、やつとか、ね、こういうやつとかをね並べてるお店だったら自由な経済であれなんだけれども、農業っていうのはやっぱその国民のお腹を守る、健康、命を守るものにつながるからね、だからもう少しお金使ってもよかったんじゃないかな。でその上で、いざという時は農家さん、あれこれを作れ、前は大根作ってるけども、あの大豆を作ってくれと、ね、麦作ってたけども、まあ、米作ってくれとかね、米作ってたけども大豆麦を作ってくれとか指示できるっていうんだったらいいかったと思うんだよね。そういうのをちょっと怠ってきて、ちょっとつが怠ってきてのこの罰金の脅しありの対策法案っていうのが俺は残念だなって思いました。本当にどうなるのかなっていうのは、この法案、対策法案がこの今後どういうふうになっていくのかっていうのは見守っていきたいと思っています。またこういうような話出たら、まあ、動画でしてお話ししたいなと、俺の気持ちをお話ししたいなと思います。